こんにちは、柴田でーす。マイク玉崎でーす。お疲れ様でーす。今回ですね、こちらの MG の 70X と、清さんの MY の115、あと、こちら、これね、ちょっと後で見せるんですけど、APG の85ですね。千葉管楽器にアーティストモデル系が結構集まってきてるじゃないですか。そうですね、みんな新モデル。ねえ、はい、J さんだったり、井上さんだったり、杉蔵さん、で、まあ、滝川一郎さんとか。うん、集まってきている中で、ちょっとね、僕もあんまり使ってないギターを放出していこうかなというところで、今回ですね、はい、持ってきたわけですよ。はい、じゃあまあこの2本に関してはまあ有名どころだし、うん、まあ、千葉にもね、何度も入ってきてるものだと思うんですけども、これはね、まあ、70X、一番最初のヒデさんのモデル。初期のブースターですね。そうですね、ブースターが2発乗っかっております。で、これね、変えてるのは、トーン。わかりやすく。これ2つトーンです。トーンのスイッチ。で、あとボリューム。ボリューム、ボリュームで、これはマスターボリュームで、リア、フロント、あ、違う、フロントリアのボリュームになっております。一番初期型なんで、マホガニボディです。これはね、もう鳴らせばね、お、これがブースターかというふうなね、楽しみ方をしていただけるんじゃないかなというところです。で、こっちの清さんのモデルは、サスティナー付きですね。サスティナー付きで、これね、材がめっちゃいいんですよ。うん、裏側、しっかりとですね、こう。そう、これ、ほんまほじゃないかっていうぐらいな雰囲気のマホガニーなんですよね。すごいしっかりしてて、材的にはいいし、重量感もすごいいいし、まあ、もちろんね、しっかりとなってくれるというところではあるんですけれど、今回ね、一番マイスターに、アピールしたいギター、うん、それがこれなんですよ。はい、形はね、マイスター見たこともあるかと思うし、うん、こちらのお店にもね、何度か何本かね入ってきてると思うんですけれども、うん、フェルナンデスの APG のこれ USA ラインのものなんですよ。オールマホです。オールマホのセットネック、うん、で24フレットで、何がねフェルナンデスの中で珍しいかというと、ディマジオがね、2発、これ、デフォルト、あ、弾丸が2発、デフォルトで乗っかってるんですよ。はい、おー、珍しいですね。フェルナンデスでは非常に珍しいですね。JB と号泣、うん。しかも、両方にタップがついているというところで、日本では2002年、3年だけかな、うん、のみ発売、うん、販売されていて、その後はラベルと一緒に USA で販売されてたんですけれども、そこでも生産本数は少数になっているというところですね。当時はまあ USA のフェルナンデス、非常に頑張って、まあ、ラベルとこれをね一生懸命こう売り出してたんですよね。これはもうもろに PRS を意識したような形になってて、まあ、日本の中ではボルトオンで、でサスティナーがついててアーム好きなイメージだと思うんですけれども、これはトータル的に珍しいなというところですね。でグローバーのペグ、これもデフォルトの搭載です。これをねちょっと音をねマイスターにもね聞いていただこうかなというところでございます。生音のまま、ステージ向けなので出力弱いんですよ。はいはいはい、それに対してタップをしてくださいって中のシーン、あの線を変えて、やったこと何回かあるんですけど、だいたいペラペラ感が強い。おー、はい、ちょっと弱すぎるなって感じがあったんですけど、今ちょっと聞いてみるところ悪くないですね。なんか弱
くもなりすぎてないし、なんかペケペケすぎないし、アホの子の厚みがある選手のカラーかもしれない、ね、確かに確かに、はい、魔法感なのかな、オール魔法っていうの強みはありますね、ミッド感があるからじゃないですかね、うん、軽々しくなんないで、うん、ちょっとミッド寄りな感じ、うん、太いですもんね、これタップ、面白い、ね、ちょっと見直しました、大きなタップフェルナンデス US で見直しました、見直しましたで、ネックもね、結構ね、太めなんですよ、だからそれで、うん、なんか軽すぎない音になっているかなっていう、うん、で、24フレットあって、結構ね、長尺なイメージなんですね、うん、だから振動もしっかりとしてて、セットネックなんで、うん、こう響いてくる、でこれね、やっぱ JB なんで歪ませてからも結構しっかりとした音が鳴るんで、うん、これになってます、ね、赤石さん欲しくなったんじゃないですか。サスティンもいい感じですよ、うんうん、なんかこう完成されちゃったギターっていじりようがないじゃないですか、うん、で基本的になんかここが足りないなっていうものはいつもね、マイスターピックアップ交換してもらったりとか、うん、ポット交換したりとか、いろんなカスタマイズをしていくんですけど、割とねこれ固まっちゃってたんですよ、もう、うん、出来上がっちゃってたんで、いじることもなく、うん、そのまま置いてあったら、なんかなかなか使う機会がなかったなっていうところですね、まあ、でもいいギターなんでね、これぜひぜひ気になった方はですね、デジマートチェックしていただけたら、そのうち上がりますね、はい、魔法だなっていう感じで、わかりますね、あったかいんですよね、あったかいし、やわかいミッドの差が上がる、レスポールにはないこの弦の揺れ方とかっていうのもちょっと独特で、うん、このダブルカットへの感じがやっぱりいいんじゃないですかね、あ、うん、ここがないってことになりかんない、はい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 、がやっぱあります、取り回しもね、ハイ側の方も行きやすいので、うん、でもやっぱ基本的なサウンドがトラディショナルですよね、やっぱり、うんうんうん、本当オーソドックスです、うん、もうダンカン2発と魔法、もうそのまま、はい、そのままそんな感じなので、もう思った通りの、こういうの想像通りの、じゃあこれ下取りをよろしくお願いします、はい、決まりました、ありがとうございました、はい。